さんの技術力が世界を驚かせたみたいだよ。何々どうしたの？別に日本の技術力が優れていることなんて、今更驚くことなんてないだよ。これまでも、中国や韓国に大きな差を見せつけてきたからな。そうそう、その度に各国メディアで取り上げられてきたよね。確かにそうだね。でも今回は直接、世界の軍事開発の常識を覆すものだから、中国や韓国だけじゃなく、世界各国が注目するような事案だから、改めて日本の技術力や開発力には驚くと思うんだよね。いくら日本の技術力や開発力が優れてたとしても、日本が軍事開発に使える費用は、他国に比べると、スズメの涙みたいなもんだぜ。そんな開発費で、諸外国を上回る開発ができるなんて考えたらすごいよな。でもさ、軍事開発なんて、結局どれだけ大きな費用をかけたかで決まるんじゃないの？そういう風に、思うのも無理はないよね。確かにこれまでは、軍事大国と言われてきた国が、莫大な費用を投じて開発をしてきた。でも、日本はただお金をかけるだけじゃなく、先人の知恵や、積み重ねたノウハウ、そして何より、諦めない精神で、少ない開発費という問題を乗り越えてきたんだよ。その精神だけは、お金だけじゃどうにもならない。他国では真似できない日本の最大の強みってことだな。いやあ今回はどんな日本のスピリッツで他国を驚かせたのか、見ていこうじゃないか。それじゃあ行ってみよう。さて、今回は南シナ海での米軍との自由潜航訓練を行っていた時のことなんだけど、当時の防衛大臣小野寺氏が、15年も前から南シナ海で訓練を行っていた護衛艦加賀の海底で潜水艦黒潮が、極秘任務を遂行していたことを発表したんだ。なぜ今頃発表したんだと思ってたんだけど、実は潜水艦黒潮は、旧型の潜水艦その前の旧型潜水艦でも、南シナ海で潜航しつつ、中国の潜水艦にも発見されることなく潜航し続けて任務を遂行していたんだ。このタイミングでの防衛大臣の発表は、おそらく中国に対する抑止力じゃないかと言われているんだ。でも、その任務では、そういう型潜水艦の、黒潮潜水艦とは別に海底にいたんじゃないかって言われてるんだよ。そういう型潜水艦の方が潜水深度が深いと言われてるから極秘任務には向いてるだろうしな。とは言っても、潜水艦の潜水深度は極秘扱いだから、1000メートル潜れるという人もいれば、500メートルしか潜れないって話もあるし、はっきりはわかんないんだよな。そうだね。実際にその潜水深度は謎のままで未だに議論が繰り広げられてるからね。今までの色々な話をまとめると、800メートルくらいではないかと考えられているみたいだね。最新型の潜水艦欧遊、東遊などのリチウムイオン電池搭載艦ともなると、もっと深く潜れるのではないかと言われてるけど、潜水深度自体はあんまり変わらないんじゃないかと言われているんだ。ちょっと待って、ここでリチウムイオン電池搭載艦欧遊、そういうていうのが出てきたけど、今までの潜水艦と何が違うの？リチウムイオン電池搭載艦というのは、現在世界各国で主流の原子力潜水艦の性能をもしのぐと言われているまさに最新鋭の潜水艦なんだ。なるほどね。それならリチウムイオン電池搭載艦が原子力潜水艦よりどこが優れているのか教えてよ。オッケー、これからリチウムイオン電池搭載艦の性能とやらを見ていこうぜ。日本にはこれまででも多くの潜水艦が開発、製造されてきたけど2018年に完成した欧遊の出現で、これまでの潜水艦の歴史が大きく変わったんだよね。まだまだ進水式を終えたばかりだから、本当の活動はこれからって感じなんだけどね。欧遊完成時は、日本の忍者と言われていて、海底を音もなく静かに進み隠密行動で任務を遂行するまさに海底の忍者だね。ちなみに、欧遊の開発費は660億円だと言われているよ。へぇ、660億円ってすごいね。何言ってんだよ。660億円なんて中国の潜水艦開発費に比べたら半分にも満たないんだよ。逆に安くてびっくりするところだよ。確かに最新鋭の潜水艦の開発費が660億円っていうのは、安くて驚くところだよね。まあ金額のことはさておいて、この潜水艦欧遊の出現には一体どんな意味があったのか考えてみよう。高性能な潜水艦というのは、自国よりも他国の脅威になるんだよね。日本の周辺国、中国、韓国、ロシア、などにとっては本当に目障りな存在で、いや、目障りというより不気味で怖い存在だよね。そりゃそうだ。日本の近づこうとしたら空か海の両方を突破しないといけないからな。海底に忍者のように存在を悟られない潜水艦がいると、
自分たちは発見できないが、日本側からは発見されてすぐに防衛体制を整えられてしまうってことになるんだもんな。見えない敵、確かに脅威だね。自分たちからは見えない、しかし向こうからは見えている。どちらが強いかは一目瞭然だよね。ここで、欧遊に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。なかなか気になることが書いてあるよ。中国の無料ニュースアプリでは、潜水艦欧遊に関連した記事を掲載しました。リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と啓発した。これまでの潜水艦は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わってリチウムイオン電池を搭載することにより、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。と、このような記事でした。かなり日本の最新鋭潜水艦に脅威を感じているような内容だね。中国は、最近日本の海域で領海侵犯しまくって舐めた行動を取ってるから、これくらいビビらせるくらいで脅威だよ。そうだ、そうだ、これにビビって日本に近づいてくるな。まあまあ、一応脅威には感じてるだろうから、その問題はこれから見守っていこうよ。でもね、一方でリチウムイオン電池搭載について批判的な意見もあるんだよね。リチウムイオン電池は充電のために浮上しなくても済むわけだから、潜水可能時間が長くなり、さらに音も静かで、敵に見つかりにくいという利点があるのに、中国ではなぜ採用しないんだ?と疑問視されてるんだよ。その意見に対して、中国メディアは、リチウムイオン電池は発火しやすいという致命的な欠陥があると説明してるんだよね。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンが発火したという事故はよく耳にするよな。海底で活動する潜水艦なら、火災が発生したら乗組員の命に関わる重大な事故になる可能性もある。発火の恐れがあるリチウムイオン電池は使用しないというのも、理解できるな。海底で発火して火災が起きるなんて考えただけでも恐ろしい。と入っても、潜水艦のリチウムイオン電池搭載に関しては様々な問題のせいで、長い間採用が見送られてきたんだよ。でも、発火や爆発のリスクについての安全性はずっと前から確認されてきたのも事実なんだよね。これは、リチウムイオン電池自体の問題ではなく、中国製のリチウムイオン電池に問題があるってことで、日本製のリチウムイオン電池は、安全性は確認されてるんだよね。そういうことだな。世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているリチウムイオン電池の大半が日本製だし、日本製のリチウムイオン電池が発火したり爆発したなんて聞いたことないもんな。安全性のあるリチウムイオン電池なら、潜水艦に搭載すれば、長期間の潜航も可能になるし、メンテナンスも容易になる。音も静かになれば隠密行動による任務遂行能力も上がる。言うことなしだな。本当にその通りで、潜水艦にとって敵に発見されないってことが最重要なことで、潜水艦の位置を確認する方法一つがソナーマンによる機体音の補足なんだけど、機体の音が静かであればあるほど、発見されにくくなるってことになるからね。でもなんで日本は発火や爆発の可能性があると言われていたリチウムイオン電池の搭載にこだわったのかな?それにはこういう解説があったんだよ。日本は原子力潜水艦を所有することができない。強まっていく中国の軍事力に対抗するためには、リチウムイオン電池というリスクを選択するしかなかった。中国の原子力潜水艦は強力だが残念ながら艦数は不足している。その強力な原子力潜水艦に対抗するためにリチウムイオン電池搭載の潜水艦を作った。中国はリチウムイオン電池搭載の潜水艦欧遊に危機感を感じている。やはり日本は島国だから、海洋を守るということが最優先なんだろう。だから他国の大型原子力潜水艦に対抗するために、リチウムイオン電池のメリットを最大限に生かした潜水艦開発にこだわったってことだろうな。そして何より、日本だから完成することができたということだね。世界初のリチウムイオン電池搭載の潜水艦が世界中から注目されて、近隣諸国からは脅威に感じられる、おそらく他の近隣諸国が真似をして建造しようとしても、作れないだろうとも言われている。これこそが、日本が世界に誇る技術力なんだろうね。そりゃ、真似をする国も出てくるだろうな。特にお隣の国なんからな。無理に真似して海底で発火して爆発なんて目も当てられないからやめといた方がいいと思うけどな。やっぱり日本のものづくりってすごいんだね。技術もさることながら、一番世界に誇れるのはものづくりに対しての真摯な姿勢ってことだろうね。
技術は盗めても、姿勢や考え方は真似できないってことだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。